全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、中地です。今回はですね、ちょっと後ろに段ボールがあるんですが、東京クラフトのウィンゴフォートがですね入庫されたということだったので、今回ですね検品作業場にですね突撃してみたいと思います。いやー、いろいろですね東京クラフトの方で検品作業、僕もですね一番最初の方ですねマックライトが入荷した時とかは検品をしてたんですが、まあ、その風景をですね今東京クラフトがやってるということなので突撃してみたいと思います。それでは行ってみましょう。マサさん、今は何をしてるんですか？今、検品です。検品、何届きました？自家テーブルです。なるべくバラバラのものからバラバラに個数を適当に選んでピックして。なるほど、ランダムでってことですね。ランダムで検品してるわけですね。あれですよね、じゃあ入ってきた個数によっていろいろ検品する数も変わるんですよね。そうですね、パーセンテージで入荷するものの数の何パーかとかってことですね。そうですね、うん、規定があるのでその規定に沿って検品を行ってます。ここがね、まっすぐじゃなくて振ってほしい、飛び出てくることあるから結構しっかり振ったほうがいい。うん、それぐらいで、ロゴと擦れがないから、足はなんか特別なんかバリが出てる。取られている気がする。やばい、手元だけ取ってます。こういうのあります、入れ忘れあそこ取れてないですどこ、ちなみに入れ忘れ気づかずに最後まで行ったら全部開ける。ああ、確かに。お、サンセットハンガーの検品ですね。はい、そうですね。まあ、トリセツ説明書、はい、まあ、ちょっとこう見えない文字が切れてないかとか、まあ、お客様がちゃんと見える状態にあるのかまずチェックします。あと、まあ、入っているパーツを出して、はいはい、まあ、傷がないかとかして、これがベルトですね。ベルトですね。汚れとか傷とか、うん、まあ、ほつれとかないかなっていうのを見てます、うん、なるほど。あと、まあ、金具の部分もしっかりチェックします。結構金具が、結構サンセットハンガーは大事ですからね。大事ですね。この、 角度っていうのが結構大事な部分なので、うん、ここしっかりチェックしてます。はいはい、はい、これ見た。あと本体ですね。まず、まあ、袋ちゃんとタグがついているかどうか、こういうところとか、はい、袋から出して、で、こういうとこですね、このロゴも、そうです、ロゴ、傷がないか、あと、まあ、本体のところにも傷や汚れがないか、うん、これをチェックしてます。これを一つずつ、ね、今日は3人体制でやってるわけですね。次はマックライト2の検品です。今開けております。これが皆様の手元に届きます。マックライト2検品していきます。検品しましょう。9.94。 1個1個。
で、マカオン TC と。マカオン TC です。で、今回あと前回のモデルからちょっと仕様変更が変わってます、はいはい、かかってます。大きく変わったところがこちらのタグですね。はい。こちらがもともとプリントだったのがポリネームで、うんうん、に変わってます。はいはい。なんでロゴのちょっと仕様が変わっていますっていうところですね。で、あともう2点あります。こちらのケースです。はい。もともと生地一体型の袋だったんですけど、ダイヤフォート TC と同じように上側がメッシュになってて、うん、通気性を上げてます、はい、なので濡れた後とか乾かした後とかで閉まった後でもしっかり通気性があるのでカビにくくなったわけですね。はい。でもう1点が生地自体ですね。生地本体の生地自体が、うん、ダイヤフォート TC と同じ全く同じ生地に仕様が変わっております、うんうん。まあ、色味は前回のマカオン TC も似たような色味だったんですが、実際のところ、生地自体は違いました、うんうん、なんですけど今回からは全く同じ生地を使用して統一感がよりさらに出ているというような特徴があります。なるほど。じゃあダイヤフォート TC と本当セットで。そうですね、相性がすごくいいので、うんうん、セットでお買い求めいただきたいです、うんうん、おすすめです。おすすめ、はい。これが、ちょっと皆様にお待たせしてしまっていたレンテッパーになります。今回到着しましたので検品していきます。表面は柚子肌仕上げっていう、こうちょっとザラザラした感じですね、うんうん、はい、いい感じですね。いいですね、うん。でこちらの鉄板は、まあ、一つ一つ手作業で作ってますので、うん、はい、まあ、全く同じものがない、一つ一つ個性があるような感じですね、まあ、自分だけの鉄板ってことですね、うん、そうですね。もう世界に一つだけの鉄板の、うん、育てていただければ、うん、はい、思います。ここからはウィングフォートの検品に入っていました。外で行っていました。音が取れていなかったので中地のアフレコでやっております。まず付属品が全て揃ってるか確認をして、ポールもチェックしていきます。ポールはしっかり組み立てられるか、傷がないかなどチェックしていました。こちらはポールを差し込む際にスムーズに通るようにポールの差し込み口が修正されました。修正したことによって反対側の差し込み口もスムーズにポールが出るようになりました。こちらはポールを差し込む金具を確認しているところですね。はじめはカバーがされていますが、確認してポールが抜けないようになっているかも検品していました。ウィングフォートのポールの種類、黒とグレーがありますが、差し込み口についているロープの色で判断をお願いします。しっかりと抜けないことも確認しています。こちらが黒のロープなので黒いポールを差し込んでいます。ここでテントを立てていきます。奥の方にもう一針ウィングフォートが見えますが、今回は3針を張りました。フックの確認もしてます。ポールにしっかりとつけられるか、緩みがないか、破損がないか確認していました。耐風性のことを考慮しロープをつける位置を変更しました。以前はフックの位置でいうと1段目にありましたが、2段目にして少し高さを変更しました。このように強く引っ張ったりして破けがないかなど、破損がないかなどもしっかりと確認していました。ウィングフォートの取扱説明書にも記載はされていますが、ロープはこのようにして巻きつけます。
そしてロープを巻いてペグダウンをしていただきます。またウィングホートの出入り口が増えました。今こちら解説していただいてるんですが、ここですね、ここのメインパネルとサイドパネルの間で出入りができるようになりました。ここも修正箇所になります。メインパネルをメッシュにする際にトグルがなかったんですが、トグルをつけました。こちらはインナーテントの上部になります。もともとはメッシュだけでしたが、閉じることもできるようになりました。インナーテントのメインパネル側です。メッシュ部分の大きさを変えました。こちらでメッシュにしたりフルオープンにすることもできます。メッシュにも全て開放することもできるようになっています。またロゴの下には電源コード類を通すことのできる口も修正しました。雨漏れがないようにシーム部分の接着面の確認も怠らずに行っておりました。今回は東京クラフトの検品現場にお邪魔してきました。検品作業が終わり次第お客様にお届けしますので、今しばらくお待ちください。早めに、これは買えるかもしれないです、はい、必ずとはちょっとお伝えできないんですけど、まあ在庫にちょっと制限をつけて